はこんなことが立って心揺さぶらないんだ。気持ちが乗らないのは天気のせいにして、 SNS もアプリケーションも僕を揺さぶらないけど、せめて君だけは分かってほしいんだよ。一体何がリアルでどれが偽物なの、考えたって路頭に迷う僕はどうしたらいい。本当は分かってるふりなんだ、何も見えちゃいないんだ。右ポケットのバイブレーションも気づかないぐらい使わなくなった電子タバコ、眺めてタバコに火をつけて、嫌なことは全て灰に変えてく。一体何がリアルでどれを信じたらいい、考えたって今いる君がリアルならそれでいい。叫びたいくらいなんだ、辛くて仕方ないんだ。行き先もなく群れから外れた飛べない鳥みたい。でも心の奥の方にリアルな気持ちと、君だけは分かってくれるって信じていたいから。一体何がリアルでどれが偽物なのか、途方に暮れるのさ。一体何をリアルに、何を信じたらいい、考えたって、この気持ちがリアルならそれでいい。